明治7年、当番軍本営地と亀山、台湾出兵。明治維新から国内の大改革を始めた明治新政府最初の海外派兵が1874年、明治7年の台湾出兵であり、日本軍は広州の北の社領に上陸した。この事件は台湾征伐、牡丹社事件、生態の駅、台湾事件などと多くの名称で呼ばれている。台湾出兵の起因は、出兵の3年前、明治4年12月17日、宮古島の船が嵐で遭難し、台湾南部八王湾に漂着。上陸時に3人溺死、66人が上陸するも、牡丹社と呼ばれた台湾先住部族の襲撃に遭い、54人が殺害された。かろうじて逃れた12名は現地の清国人に保護され、翌明治5年、清国福建省に置かれた琉球館に引き渡され、7ヶ月ぶりに那覇に帰還した。琉球は江戸時代に薩摩藩に降伏したが、表向きは琉球王国として清国にも朝貢を続けていた。しかし日本が明治維新によって近代国民国家としての自立を選択し、その一環として琉球が日本であることを清国や世界に認めさせる目論みもあって、3年前に宮古島と島民、すなわち日本人を殺害した蛮人牡丹社を征伐するという目的で出兵した。明治7年5月8日上陸し、最初の野営地としたのは四十渓とバオリーシーの2つの河川に挟まれたところだったが、冠水の恐れがあり、3キロ南の亀山の南側に新たに設営された。その場所は実際は本営地跡の日よりも少し南の港湾村だったとある。上陸地点の全貌を見るためにすぐそばにある亀山に登った。標高72メートルの丘のような亀山は、登山口から10分ほどで山頂に出る。そこには素晴らしい景観が広がっていた。四十渓とバオリー渓の日本の川に挟まれた最初の野営地が眼下に見え、論教湾を囲む北大部山脈の山並みが一望できた。日本軍兵士はこの川沿いから奥地に現地調査に踏み込み、石門で戦った。この亀山には後に日本軍が築造した軍事坑道要塞が残っている。内部に縦横に坑道があるようだった。明治7年台湾出兵、日本軍兵士総数3658名、軍属妊婦合計5980名が駐屯。台湾出兵での戦死者は資料によって6名、8名、12名だが、マラリア等に罹患し500名以上が亡くなった。この亀山に登れたことで上陸地点や本営地の全体像がよくわかり感激だった。当時の日本軍兵士たちもこの山に登り、一望に広がる風景を楽しんだことだろう。この台湾出兵にアメリカ人の記者 E.H. ハウスが同行して従軍記を記している。その中に薩摩志願兵の印象が書かれている。薩摩志願兵はともかく気が流行り、敵に対する恐れを知らない。兵士の構成は20歳から25歳の若者たちで、敵を追っかけている時は別にして、普段は温厚そのもの、仲間との口論さえ目にしない。近くに海や川がある関係上、彼らは1日に10回以上も泳いだり水浴びをしたりして楽しんでいた。これが兵士らを明るくさせている要因の一つであったようだ。総じて日本人というのは綺麗好きな国民性を持っており、ここでも容易にそれが満たされたのである。衛生面から見てみよう。駐屯地全体から見ると決して衛生的であるとは言えない。
当初決められていた性格上の規則は大半は守られていなかったし、天幕の外側に集めるようになっていたゴミもすでにあふれ返り、衛生上の問題が起こっていた。しかし、兵士らはまどろみに浸ったり、仲間同士のやりとりを楽しんだり、さらには走り競争、相撲といった運動競技に汗を流し、こうした大量のゴミをどうするのか全く考慮されなかった。そして毎日兵士らの競技を見ようと、砂浜は地元民の見物客であふれた。と、この本営地での彼らの様子が書かれている。そうだったのかと、今とさほど変わらぬ日本の若者たちの姿を思い起こす。